ということで、のちゃんの紹介の YOASOBI さんの夜にかけるのファーストテイク、ホームテイクって書いてあったけど、ファーストテイクの動画から戻ってきました。感想は聞いたことないのは聞いたことない、私ないね、うん、あ、マジでないないね。あ、そう、え、あるの？俺は全然もう原曲の方もてか、あ、そうなの、うん、聞いてるから紹介はしてないのかな。うん、俺は全然聞いてる。最近 YouTube とかそう話題になってるアーティストで YOASOBI っていうのは確かに、うんうん、名前は知ってたけど聞くのは初めて、うん、とか女性ボーカル、そうだね、だったのかっていうのを聞くの。井上ちゃんはよく、そうですね、こういう系を、まあ、好きで聞くんですけど、井上ちゃんの音楽の趣味って謎に包まれてるよね、普通に。いや、そうだ、ね、どっちか、こっちからすればあなた方の方がさっき、まあ、そうね、収録前に、みんながどんな曲を紹介するかっていうのをね、まあ一応こう、ね、まとめないといけないからまとめてたんだけど、うん、そこでね、古い曲縛りするみたいな流れになって。そうね、60年代からこう。何年代に何があったかみたいなのを、こうまあ、ウェブでね、見てたんだよね。で、この、俺ら3人、フリチケ、稲葉、俺の3人はこう見ながら、ちょっと歌ったりして。ほぼ歌えてた。ほぼ。イノちゃんだけポカーンって。96年生まれが70年代の曲は楽しそうに歌ってる。そうね、いい光景なんだけど、わからないよねって。まあまあね。曲名言われたらアーティスト名って書いてくるからね。誰々でしょみたいな。そういうクイズとかしてたもんね。うん。すごかったよね、ふみちくん。1秒、イントロ1秒で曲名ある。よくわかるよね、あれね。よくわかる。っていう。食い気味でね。状態だったけど。いのちゃんは普段何を聴く？それこそ最近のバンドの曲歌とかになるから、うん、だから20年代だね、もう、ある2020年。2020年のみたいな。バンドって誰？バンドだと、バンドって言ったらバンドステイ。ブルーエンカウントだとか、まあこう、結構最近上がってってる。で、有名になりました。ブルーエンは結構古いんじゃないか。前も、うん、ここ10年のスパンだから。あ、そのあたり、そう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 。我々みたいな4、50年ではない。あ、現在20歳から30歳ぐらいの年齢で構成されてるバンド。そう、ミセスグリーンやった。ああ、年代ね。そう、同い年ぐらいの。うん。はいはいはい。なるほどね。結構バンドが多いのじゃ。バンドとかシンガーソングライター。シンガーソングライターは誰だろう。まあ、とりあえず、まあ、自分で作ってなくても、こう、誰かが曲もらって歌ってたらいいみたいな感じなんで、うん、さっきの YOASOBI さんとかも、なんか、こう、一人でこう、歌唱力で歌ってるみたいなのが、まあ、聞いてて素敵だなって。アイドルは興味ない。アイドルはちょっと興味ない。ダンスは別になくてもいいので、うん、曲が良ければ。ああ、そっち系ね。なるほどね。あれかな、女性ボーカルがいいとか、男性ボーカルがいいっていうのもあんまりない。うん、特になくて。ああ、そうなんだ。歌唱力が。歌唱力といい人、歌唱曲の良さ、原曲の良さ。みのちゃんって楽器やったことあるの？楽器は一切できないですね。ないよね。でも最近のアーティストとかを好きな人っていいよね。だって新しい曲が生まれる楽しみがあるじゃん。それ我々が好きなアーティストってもうこの世に存在してらっしゃらない。新曲がね、新曲がない出ないから。わかる。ライブにも行けないし。そう。我々の喜びって言ったら、例えばね、稲葉くんとか私はビートルズが好きじゃない？ビートルズ好きね、うん。喜び、何かって言ったら、リマスター版が出るとかさ。ハイレゾになるとか。未公開映像がね、出るとか。そうそう、あと、YouTube とかで。秘密のレコードが出るとか。ね、そういうね、もう新しい何かではなく、隠されていた何かとか。なるほどね。なっちゃうから。非常にわかる、それは言いたいこと。うん、確かに、そういうこともあんのか。YouTube で、ビートルズの、屋上ライブあるじゃない、レッド。ああ、はいはいはい。あれのね、フルが YouTube に載ってて。載ってた！感動しました。あれね。見た？見た。感動したね。これ、YouTube で見れるんだと思って。これ、出たんだって。出たんだっていう。だって我々が普通見てたのはさ、一曲分のね。そう、有名な。そうそう。そうだね。ヒゲモジャー。ヒゲモジャー。ジョンとか。ね。あ、フルで YouTube で見れるというのは、出ちゃったね、かなり感動しましたね。あったんだっつって。あったんだ。撮ってたんだって。そうですね。画質もいいし、街を歩いてる人のリアクションとかね、そうそうそう。逐一わかるような。で、あったんですよ。感動したんですよ。って話です。
我々は掘り出されることしか。そうなんだね。そうそうそう。それ斬新だよね、今のグループって。入れ替わるんだもんね、人が。確かに確かに。ね、うん、バンドってもう、まあ、うん、まあバンドはね、確かに。ちょこちょこ。まあアイドルグループって、まあそういう意味だと斬新だよね、うん。ビートルズだって入れ替わってごらんやって、びっくりしちゃうよね。あれ、ジョンやめちゃうのみたいな。どこ行っちゃったの誰次やってきてるの。やっぱそういうのはね、違う、ね。確かにないね。ないね。まあ、曲を作ってる人が変わらないんだったら、まあ。まあそうだね。同じような曲が出る。まあ稲葉くんが今、フジファブリックをきっと、あれなんちゃらイメージしてるね。発言してるんじゃないしてるね。うん、やっぱ、曲作り変わると雰囲気変わりますからね。全然違うよね。全然違う。フジファブリックは今誰が作ってるの？山内さんっていうの。ギターボーカル、うん。そうなんだ。方。まあでも、フジファブリックは3人で作ってんじゃないかな。作詞作曲。全員で作ってること、うん。曲によって作詞と作曲者がこう入れ替わってくる感じ。あ、いいよね。うん。志村正彦がいた時は、ほぼ、志村だったけど独特だからねなかなかないね、うん、今のじゃあ今で例えると誰ってなったらない、ね、ってなるね、うん、たったったったらったらったったってなかなかね解説しましたね言ったね、まあ、昔のだいぶ初回の方だいぶ初回の、うん、聞きましたか井野さんあなた出てなかったねすごいびっくりしてた、ね、話振られて君準備してきなさいよスマップスマップの感じが俺好きすぎたの。はい、なんていうの？スマップのどんな？魚の山口さんからの提供のこれとかが多かったの知ってる？スマップってすごい。うんうんうん、ああ、曲提供、そう。曲提供か。あれ、すごいなんかね、見てて楽しかったのとか、うんうん。オールスター共演みたいな。いろんなテイストのが。椎名林檎とスマップとかさ、うんうんうん。っていうのがすごい見てて楽しかったし、聞いてて楽しかったのよ。っていうだけの話っていうだけの話なんだけど、ね、だってみんなそんな特にスマップを聞くみたいなことないでしょスマップはアイドルないね俺は TOKIO 好きだったけどね TOKIO はやっぱり顔面が好き顔面がやっぱりなんだろうね自分たちで演奏してるとやっぱあまあそれあるねやっぱってなるバンドだもんね、うん、すごいよね関ジャニとかもたまにやってんねん楽器あそうなんだ関ジャニは基本的に楽器でライブやってるみたい、うんねうん、だからすごいなと思うねやっぱまあドリフターズだねまた古いのに帰ってきちゃうねいい話だもんねバンドですからね実はバンド彼らはドリフターズにするって言ってたもんね今日ドリフターズもいいよねそっからね古い曲もそっから行ったんだよフィーバーになってきちゃったんでねツンドコとかやってるからだよもう東の上部とかねバババン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 アビバビバンドバああいう番組も少ないですね最近ねああいう番組って俺がリアルタイムで見てないからリアルタイムで見てないからさリアルタイムで見てたら今何歳っていう話確かにまあテレビを見なくなったねなったねそれはあるねまあだって携帯スマホでね好きなものを好きなタイミングでね見えちゃう。見れちゃう。落ちまでが早いから、とてもいい YouTube だと。あ、そうね。10分あれば見れるけどね。そう、うん、なったんだろうね、確実に。テレビはね、1時間かけて、ね、ドラマとかだと落ちがつくけど、まあ、YouTube だったら大体20分ぐらいで。そう、てか、それすごい思うんだよね。本当に短尺で消費されるようになったじゃん。うん、エンタメが。で、バナナマンのライブとか知ってる、うん、こう。ライブ違法なのかな違法なのか分かんないけど、YouTube にたまに上がってたりするんだけど、うん、コントってさ、多分、爆笑レッドカーペットとかを想像してたらあれだけど、うん、本当に数分だけど、二、う、十、ん、数分とかさ、例えばラーメンズとか、うんうん、ラーメンズバナナマンとかってさ、すっごいの、長尺なのもう、てか、なんかミニドラマみたいなさ、うん、あれって今の人耐えられんのかなって思って。確かに。ラーメンズって知ってる？名前は知ってるけど、実際に見たことない。ラーメンズコント師というか天才だと思うなんかすごいなんかすごいあのコントだね本当にね、うん、長くて30分とかやるんですよ長いねそう短くても10分ぐらいはあるよねそれ短いのかそうそ う, そうあるあるあるどのぐらいのテンポでこのボケとツッコミがいやボケとツッコミとかじゃないのこれはもうぴったりだったね言い回し全部同じだったよすごかったね今ねだってさっきめっちゃトイレで打ち合わせしてたもん
もうね、よっつって。でもそれ言われたら、あ、そう、すごいねってなるぐらいのレベルだよね。ネタね、ちょうど降ってきてくれたから。いのちゃんが。ボケとツッコミだからじゃないね。ないね、やっぱりね。もう本当にじゃあ、起承転結のミニドラマ。起承転結はまあ、確かに若干あるのかな。なんかね、誰かさんの日常を、うん、覗き見てる感じのがコントなんだよね、うん、やっぱり、うん、あはそうね、結構そんな感じはある、うん、なんかそうだね、たわいもない感じ。何が好き、何が好き何が好きかな。ラーメンズっていうと、ラーメンズめっちゃ見たい。ラーメンズよりバナナマンなんだよね、俺みんな結構近い、うん、もう本当にすごい、うん、それだけのものを考えるのもすごいね、うん、ラーメンズだと、例えば、序盤でこう、ちょろっと言ったセリフが、オチで最大のこう、振りとなって帰ってくるみたいな。うーん。すごいよね。うん。ちょっと気になるから、見ないと。ラーメンズはぜひ見てほしい。ただ、まあ、長いから。そうなんだよね。時間あるときにね、ゆっくり。しかも、あれ、ラーメンズって、まあ、バナナもそうかもしれないけど、舞台でね、うん、舞台で1時間半とかかな、全部で。っていうの中で、こう20分ずつぐらいのこうコントを。それもすごいよね。そのミュージシャンがライブ中のその、まあ、歌詞を覚えてるというかさ、うんうん、セリフ全部覚えてるのはエグいよねって思って、うんうん、単純に。そうだね。すごいよね。日村さん、あの、セリフぶっ飛んで一回戻ったらしい。コント中に。そういうのがあるんだ。コント中に裏に戻って、台本見直すとか。それも面白いね。リアルにやってるからね。バナナマンで面白いのはあれだな。2秒で炭酸水飲めるかっていう。あの、YouTube のミニ動画みたいなやつね。そうそうそう、あれを最初に撮るときはお腹痛くなるぐらい笑いました。マーライオンですね、あれは。マーライオンだね。ちゃんと戻ってきたね。という話で、こっちのターンになっちゃいましたけど。でお笑いのおすすめがね、うん、出てきてね。言葉で説明できないよね、でも、本当。ラーメンズとか、まあそういうのは。ぜひ見てくださいって感じだね。ボケとツッコミとかじゃないですか。でも、見えるのは耐えれるというか、全然ずっと面白く見れるとは思うんだ。コマーシャルがないから。ああ、そこなんだね。コマーシャルなんだ、ね。広告なんで、多分今、テレビが不人気になってるのによって。だから例えば、サブスクの、うん、そういうコンテンツってみんな使ってる？動画見放題とか曲てると思う。何、例えば何？千鳥の愛席食堂。あ、じゃあ、じゃあ、アマプラでしょ。あ、そう、アマプラでしょ。ね、うん、そういうとか、そういうのやっぱり使うんでしょ、うん、やっぱ今までのテレビってさ、ただじゃん。ただだね。まあテレビは買うけど、うん、ただじゃん。つければね、電波。アマゾンプライムとか、フールとか、ネットフリックスとか、うん、金払うじゃん、うん。でも見るじゃん、みんな。見るね。やっぱりこう、お金払ってでも、見るっていう、そういう視聴の仕方が変わってきたんじゃないかなと思うわけです。今まではテレビだったらただで見れるけど、お金払ってまででも、そういうのを見たいっていう。思考にこうちょっとずつみんなが CM にお金をかけてるみたいな、ある意味時間をお金としてかけてるようなイメージなのかな。タイムイズマネー、そうそうね。それを今は広告見るぐらいだったら金払ってでも見たいと。でもアマプラって最初にさ、たまに広告入らない？あ、最初だけ、うん、最初だけ、アマプラ内の広告でね。そう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 、うん、それは耐えられるんだ。それすぐ飛ばせるもんね。5秒なら耐えれるっていう。そう、5秒なら耐えられる。15秒出たらどうすんの？が、もう、一回やめて、もう一回やめて。5秒出るまでやめちゃう。CM なのかな？いやー、でもどうなんだろう。なんか、お金を払ってサブスクで見られるっていうと、自分の見たいものはいつでも見られるってメリットがね。その感じはあるよね、うん。テレビとかだと、だってテレビでも多分見たいものがあったら、その時間に見るから、ね、朝ドラとかそうだよね、うん。見たいから朝の時間見るっていうのがあるけど。あとはもう、テレビじゃできない。そうだね。とか、なのかなとは思うね。うん、コンプラ、ノンコンプラみたいな。とか、コンプラって何みたいな感じの、ね。絶対スポンサーつかないだろってやつとかね。そうだね。つかないと番組作れないから。そうね。やっぱね、Unext とか2000ぐらいするからね、月。高い。そうなんだ。そんぐらいだよね。Unext すごい CM 打ってるもんね。そう。今田美桜ちゃんのやつでしょ。太田光とかね。太田光？うん。ああ、はい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 。悪門のね。そうそうそう。太田ね。そうだそうだ。やってるの2人で ね、うん、まあ、ね、映画見放題とか、ね、ドラマとかアニメとか、ね、アニメもあるね、そこだ ね、 アニメね、それ強いかもしれない。このコロナの自粛の期間、ネッ
っちゃ見たな、アニメ。そうそうなんだ、ね、アニメも映画も。うん、確かに。何本も見た。ネット番組のバラエティは、あれなんだよ、ちょっと物足りない。あんまり好きなのがないのかな。ネット番組、うん、オリジナルの。うん、アベマとか。いや、例えばドキュメンタリーとか。アマプラのやつとか。ドキュメンタリー。あ、そう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 。確かにね。バラエティ見るためには見ないな、俺、ネットのやつは。うん、うん、俺もバラエティは見ないな。映画か。そう。映画だね。映画だね。やっぱりね。なのかね。うん。まあ、このセクションは何のセクションだったの？エンタメ？エンタメとは？うん。曲の流れからどんどんね。まあね、音楽のこととか。うん、エンタメ、金色物語ですか、ね、何ですか、それ。今と昔と。今と昔と。なるほどね。もうじゃあ尺がいい感じでしょうね。まあ、ああ、すごい尺いってる。次は、話してますね。稲葉くんの。はいはいはい。紹介ですけど、はい、さっきちょろっと出てきたね。ちょっと出ましたね。うん、前回、第3回のかな、チェストで。どこだったかな、一番最初のチェストで紹介した、藤原くんのペダルという曲、ね、見事にこうプレミア化されまして、ね、YouTube プレミア化されまして、おめでとう、聞こえなくなってしまった。まさかね、俺がこう毎回注意事項として喋ってたことが、本当にまさかのことを考えての注意事項だったんだけど、起こりうるとはっていう。ああいう感じ。まさか俺がっていう有料チャンネル。そんなことないよって思ってたんだけど、まさか自分のがなってしまったということで、まあ今回は絶対に消えない消えないであろう曲、はい、消えてほしくない曲、うん、フジファブックの、代表曲と言いますか、はい、夏の曲ですね。あれはだんだんこれから、ね、暑くなってきますので、もう夏も終わりって感じの曲かな、はい、あ、そうだね、この曲聴いたら夏終わりだわって感じ。ちょっとフライングかな、うん、じゃあ、まあでもまあいいでしょう、まあまあいいでしょう、フジファブック若者のすべてを聴いていただきたいと思います。はい。では、この若者のすべてです。どうぞ。